疲れした。お疲れ様でした。長かったんじゃないですか。長かったですね。朝から本当この時間まで。いやでもあのポーホールさんが勝って優勝おめでとうございます。喧嘩島、はい、そうですね。もうやっぱり喧嘩島日本一はやっぱ大宮ってことで、はい、まあ全国のねちょっと今後どうなるか分かんないんですけど、ちょっと楽しみですね。今日大人気だったってことで。そうです、めちゃめちゃ喧嘩られましたね。もうなんか2人とか3人とかにやっぱお前俺ってやれよ俺ってやれよって見ないとしてやったんですけど、暴れたって聞きましたよ、はいはい、で、まあ、その中で安保のいとこと決まったんで、はいはい、ちょっとあんま顔覚えてないんですけど、はいはい、また真っ白になっちゃったんで、はいはい、じゃあ印象どうですか相手の。相手の印象何も思わないですね。ただただもう楽しい喧嘩ができれば自分はいいんで、もう突っかかってきたらもう全員ぶっ飛ばすだけなんで、まあ全然勝って次ひな壇でも西田とかでもみんなやりたいんで、ぼちぼちの喧嘩できればいいんで、しっかり勝たせていただいてまたやりたいですね。なんかオーディションでこう印象に残った人とか、こいつ花あるなとか、メカ君が気になった人いました？いろいろいたと思いますけど今日。サトルさんやっぱ、まあ、確かにやっぱ持ってったっすね、まあ、もう相変わらずでしたね。もう相変わらずの感じで目ギラギラしてましたね、はい、疲れてるところありがとうございました。全然ありがとうございました。